にちは、デザインドリップです。今回はこのような細いライン使いのインスタバナーを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。まず背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにして、カラーオーバーレイでベージュにしていきます。 F4、F1、EA のベージュにしていきます。はい、次に写真を入れる枠を作っていきたいと思います。長方形ツールを持って適当なところをクリックして 480×780 の長方形を作っていきます。で、こちらの角丸を最大に設定したいので、このようにスライダーを目いっぱい右に動かして最大の角丸にします。今回は240ピクセルになりました。で、こちらと背景レイヤーを一緒に選択して中央に揃えて右に揃えます。で、こちらから50ピクセル左に移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5。 はい、こちらで大丈夫です。で、今回は先に写真を入れてしまおうと思います。はい、あらかじめ用意しておいた写真を Photoshop の方に持っていき OK します。で、オプションでクリッピングします。で、こちらのサイズをこのまま720ピクセルで使っていきたいと思います。位置は適当に配置します。まあ、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらで写真を明るくしていきます。レベル補正のレイヤーを作成してクリッピングします。で、ちょっと明るくします。はい、まあ、こんな感じでいいかなと思います。こちらで OK します。こちらで写真の枠に境界線をつけたいと思います。ダブルクリックして境界線で内側の1ピクセルで塗りは000000の線にします。こちらで大丈夫です。次は装飾を作っていきたいと思います。長方形ツールを持って適当なところをクリックして 1080×2 ピクセルの線を書きます。で、こちらと背景レイヤーを同時に選択して左に寄せて上に寄せます。で、こちらから50ピクセル下に移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5。 さらにこちらをコマンド J で複製して背景レイヤーと同時に選択して下に揃えます。で、今度はこちらを上に50ピクセル移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5。はい、で、こちらをさらにコマンド J で複製して真ん中あたりでこのような丸い矢印が出てきたら90度回転させます。で、こちらと背景レイヤーを同時に選択して右に揃えて上に揃えます。で、こちらと最初に作った写真の枠を同時に選択して左に寄せて真ん中に揃えます。するとこんな感じになります。こちらの縦の線を写真の枠の下に持っていきます。はい、こんな感じになりました。で、今度はキラキラを作っていきます。多角形ツールを持って適当なところをクリックします。で、サイズは40ピクセル×40ピクセルで、角数4、角丸の半径0、星の比率は 1%、 星のくぼみを滑らかにするにチェックを入れて OK します。で、このようなキラキラができるので右上をクリックして変形モードにして45度回転させます。はい、こんな感じになりました。で、こちらをこの線が交差しているところに持っていきたいんですが、このように線が交差するところに配置します。で、ちょっと拡大します。ちょっとずれてる気がするのでここで調整します。まあ、こんな感じで大丈夫かなと思います。で、こちらをコマンド J で複製してもう一個下の方にも持っていって、こちらも、はい、こんな感じでいいと思います。で、こちらをさらにコマンド J で複製して右上の方に持っていって縦だけを伸ばします。高さ80ピクセルになるように伸ばしてOK します。するとこんな感じの縦長のキラキラになりました。こちらの塗りを0にしてダブルクリックで境界線をつけます。内側に2ピクセルで、色はまた黒で大丈夫です。こちらで OK します。で、こちらをちょっとこの写真の枠に重なるようにいい感じのところに配置します。はい、で、1個配置したらこちらをコマンド J で複製して右上の方に持っていってちょっと小さくします。横幅が40になるように今度はシフトを押して縮小します。はい、で、これも右上のちょっといい感じのところにこんな感じで配置します。で、位置を調整して、はい、まあ大体こんな感じでいいかなと思います。こちらの写真の枠を複製して下にできた方を塗りを0にします。こちらを20ピクセル左に移動します。 1,2 さらにもう1個複製してさらに20ピクセル移動します。 1,2 はい、今度は丸い装飾を作っていきたいと思います。楕円形ツールを持って適当なところをクリックして330ピクセル×90ピクセルの楕円形を作成します。で、こちらの先ほど作った写真枠の枠線だけのものを選択して右クリックからレイヤースタイルをコピーします。で、こちらの今作った楕円形を選択して右クリックからレイヤースタイルをペーストします。するとこのように枠線ができました。
こちらをこの左の端に中央が揃うように持っていきます。でこちらをコマンド J で複製して20ピクセル下に下げます。 1,2 これを繰り返して4つ作ります。はい、4つできたらこの楕円形だけをグルーピングします。グルーピングできたら上に書いた線と同時に選択して上に揃えます。でこちらのグループを選択して下に40ピクセル下げます。シフトを押して 1,2,3,4、 はい、でまた楕円形ツールを持って適当なところをクリックして次は 300×300 の正円を書きます。正円を書いてこちらも右クリックでレイヤースタイルをペーストします。でこちらを今度は下の方にこの中央の線が揃うように持ってきます。左右の位置はどこでもこの辺とかで大丈夫です。こちらで写真枠と装飾は完成です。はい、次はテキストを作っていきたいと思います。フォントはオペレッタ52、こちらは Adobe フォントにあるものです。そちらの70ピクセルでトラッキングは30で Instagram と書きます。小文字で書いてください。でさらにそちらをコマンド J で複製して今度は150ピクセルの大きさでトラッキングは0にしてこちらをライブびっくりマークと書きます。びっくりマークの前はちょっと詰まってると思うのでカーニングしてください。はい、大文字で書いてください。今度はこちらのライブをコマンド J で複製して下の方に持っていって数字の6と打ちます。でこちらのサイズを100ピクセルにします。100と打って OK します。適当な位置に置いておいてこちらをコマンド J で複製して右の方に持っていって今度はスラッシュ、半角スラッシュを書きます。こちらもこのままのサイズ100ピクセルで大丈夫です。でこちらをコマンド J で複製して右に持っていって12と書きます。こちらはちょっと大きくしたいので130ピクセルのサイズにします。でこちらをコマンド J で複製して持っていってと半角括弧で3、小文字で3と書きます。でこちらは小さくしたいので40ピクセルにします。でさらにトラッキングを40にします。でこちらをちょっと揃えていくんですが6から3までを選択して下に揃えます。でスラッシュから3までを選択してちょっと拡大します。6の右側につけて10ピクセル右に移動します。シフトを押して1回押します。で12と3を選択してスラッシュの右側から10ピクセル右に移動します。で3は12の右側につけて20ピクセル右に移動します。 1,2、はい、まあ、こんな感じにしてみました。で6だけを選択して20ピクセル上に上げます。 1,2、もうちょっと冷たいので3からスラッシュまでを選択して5ピクセル左に寄せます。 1,2,3,4,5、 はい、こんな感じでいいかなと思います。でこちらの6から3まではグルーピングしておきます。はい、でこの6をコマンド J で複製してグループの外に出してあげて下の方に持っていきます。こちらで20字と打ちます。はい、このサイズを80ピクセルにします。でこちらをコマンド J で複製して右の方に持っていってスタートびっくりマークと小文字で書いてちょっと気になるところをカーニングしたりします。はい、でこちらを60ピクセルにします。で今書いたスタートと8時を選択して下に揃えます。でちょっと拡大して、はい、カーニングなんかをしてこちらを8時の右の方に揃えてここから20ピクセル右に移動します。 1,2、はい、でこの8時とスタートをグルーピングしておきます。でちょっとこの2つを下の方に下げておきます。ちょっと波線の飾りを描いていくんですが長方形ツールを持って適当なところをクリックして 200×2 の長方形を作ります。でこちらを選択してフィルターメニューからスマートフィルター用に変換します。さらにフィルターの変形からこちらの波形というのを選択します。するとこのような画面が出てきます。制限波にチェックを入れて波数が1、波長が1から30、振幅が1から10、比率は 100% のままで OK します。するとこのような波々ができました。こちらを Instagram の文字から全部選択して中央に揃えます。でちょっと位置を移動していくんですが拡大します。ライブという文字の位置なんですがこのインスタグラムの G の下の方に揃えてここから40ピクセル下に下げます。シフトを押して 1,2,3,4、 はい、波線はこのライブの下の方に揃えてここから60ピクセル下に下げます。シフトを押して 1,2,3,4,5,6、 日付のグループは波線の下に合わせてここから40ピクセル下に下げます。シフトを押して 1,2,3,4、 でこの時間のグループは
この12の下に揃えて、ここから50ピクセル下に下げます。シフトを押して1、2、3、4、5でちょっと戻します。はい、こんな感じになりました。でこちらのインスタグラムの文字からこのなみなみまでをグループ化しておきます。でこちらと一番下の背景レイヤーを選択して中央に揃えます。で左に揃えます。でこちらから70ピクセル右に移動します。シフトを押して1、2、3、4、5、6、7でこれだとちょっと上に行ってる感じがするので、こちらからさらに20ピクセル下に下げます。シフトを押して1、2こちらでテキストは完成です。はい、次は背景を作っていきたいと思います。色を F36245 のピンクにしておいて、こちらの楕円形ツールを持ちます。で適当なところをクリックして 660×660 の正円を書きます。でこちらをフィルターメニューからスマートフィルター用に変換して、ぼかしのぼかしガウスを選択します。でこちらの半径を150ピクセルにして OK します。でこちらを背景レイヤーのすぐ上に持ってきます。で位置を、まあ、こちらはもうお好みでいいんですが、右下の方にこんな感じで配置します。でこちらをコマンド J で複製して、ちょっとだけ形を潰して OK します。ダブルクリックでカラーオーバーレイにして C99CEC という紫にして OK します。で位置は適当で大丈夫です。ちょっと下のピンクに被る感じにするといいと思います。こんな感じにしてみました。でこちらをさらにコマンド J で複製して、ちょっと左上の方に見切れる感じでこんな感じで持っていきます。こちらのカラーオーバーレイを黄色にします。 FFE682 の黄色にして OK します。で位置を整えます。まあ、こんな感じにしてみました。で最後にノイズを加えていきます。レイヤーゼロをコマンド J で複製して、今作ったぼかしの上に持っていきます。でカラーオーバーレイを真っ黒000000に設定して、フィルターメニューのスマートフィルター用に変換。でこちらのノイズのノイズを加えるにして、量は400で均等分布で、グレースケールノイズのチェックは外しておいてください。こちらで OK します。でこちらをオーバーレイにして、不透明度を 20% にします。ちょっと背景を白にして確認してみます。はい、こちらで完成です。今回のデザインのポイントは黒いライン使いです。このようなデザインを最近よく見かけるんですが、背景にカラフルな色を使っても黒いラインで引き締めることで程よく大人っぽさを出すことができます。またゴシック体を使ってもいいんですが、セリフ体を使うことでシャープさが出ます。シンプルなステップでできるので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。